政府は規制緩和さえしてくれたら、日本経済はいくらでも良くなる、ただ。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。 白坂慎太郎ですこの番組は子どもたちに明るい未来をつなぐために壮大な夢実現を真剣に目指し続けている志が高い経営者の方へ利益最大化に貢献する戦略的な思考法を共有する番組です。 はいさてということで今回は最低時給1500円へというテーマでやっていきたいと思いますはい結論は選挙対策ということですね経済効果はないというのは今回の結論です是非最後までご視聴くださいよろしくお願いいたします はいまず、ですね、まあ、今回のニュースからということなんですけれども、はいまあ、選挙を目,的えも目前にして、ですね、まあ、最低賃金1500円という公約がまあ出されているということです。はいで、まあ、選挙民っていうのは、まあ、日本だったらまあ有権者っていうのがまあ約1億人いるということですよね。で、まあ、投票率としてはまあ60%前後ということで、まあ、投票予定の人がまあ約6000万人前後ということです。はい、そうなった時に、まあ、例えば経営者 のですね、まあ、人を雇ってる側で関係があるとかもしくは実際自分が働いてるという従業員としてまあ関係があるとか、まあ、そのどちらかでまあ関係者が多いのがまあ今回のまあ最低時給1500円というニュースだと思いますはいだからですね、まあ、選挙対策ということではまあ理解できますということですよねはいだからまあ最低賃金っていうのがまあ経営者もしくは従業員どちらかの立場でまあ関係がある人っていうのはすごく多いのでだからまあ選挙対策としてじゃあ今度最低 賃金っていうのをまあ2020年度で2020年以内ですよねだから2030年より前の2029年までの間でまず1500円に持っていきたいということですよね最低賃金っていうのは最終的には厚生労働省が決めるということになりますのでそうなった時の選挙対策ということでは十分理解できるということですねただ経済対策としてははっきり言っても全く意味がないということです はい。で,なんで意味がないのかっていうことなんですけど、まあ、日本経済の本質的な問題っていうのはこれ分配方法じゃないんですよね成長してないってことが一番の問題ですはい例えばということで、まあ、国民にとっての分配原資ですよね GDP、まあ、国内総生産ですよねだから日本の中で、まあ、どれだけの付加価値が作られたかだからまあ売上からまあ原価を引いたものですよね、まあ、仕入れ原価とか製造原価とかっていうのを引いた、まあ、付加価値の 合計金額国内総生産っていうのを見た時にじゃあアメリカの GDP 分配原子はどうなんだと言った時に右肩、まあ、上がりなんですよね。 で中国の分配原子 GDP はどうなんだと言ったときにこれも右肩上がりなわけです、はい、でシンガポールの場合はと言ったときにやっぱり右肩上がりなんですよねはいなので、まあ、分配原子が増え続けているアメリカ中国シンガポールでもし30年間給料が増えてないということが起きていたならば、まあ、分配方法に問題があるということですよねだからまあ政府は儲かってるのに従業員労働者 に全然還元してないということで、じゃあもっと分配を増やしてというのをまあ政府が求めるっていうのはまあこれは理にかなってます。はい、もし分配原資が増え続けているのにそれをまあ結局従業員労働者に分配しないで今企業がですね溜め込んでるとかもしくは株主ばっかり優遇してるっていうんだったらそれははっきり言ったらまあ分配をまあ問題にする。だからまあ例えば最低賃金を引き上げてほしいとか賃上げ要求に対して最大限の回答をしてほしいとかっていうのはまあ意味はありますと。 いうことですね、はい、しかし、まあ、日本の場合は、まあ、分配原子 GDP がそもそもです、ね、伸びてないんですよね。はい、つまり、まあ、分配原子が増えてないんだったら、まあ、給料が増えてないっていうのは、まあ、ある意味当たり前じゃないのということです。だ会社全体が、まあ、みんなに分けるための、まあ、お金っていうのが増えてないわけですからだからだったらまあ当然ですね利害関係者全てですよね、まあ、仕入れ先とか従業員 とかですよね、まあ、そういった人たちに対しての分配っていうのが増えてないっていうのは、まあ、ある意味当たり前じゃないのかということです。はい、なおということで、まあ、日本企業で内部留保が積み上がってるというのはですねあくまで海外事業業を行ってる大企業だけなんですよねだからその例えば日本企業の内部留保が積み上がってるって言った時に、まあ、例えばその、まあ、日本は個人事業主まで合わせて370万ぐらいの事業体っていうのがあったりするわけですけど。 均等に均等に内部留保が積み上がっているわけじゃないわけですよある一部の、まあ、え日本企業に、まあ、すごくこう集中して内部留保が溜まっているということですよねでその一部って何なんですかって言ったらまず絶対条件としては基本的に海外事業をやってますということですえそしてまあ例えば上場しているような大企業だけということです、はいでまあ、国内事業で完結している中小企業個人事業主っていうのは、まあ、7割以上は赤字なんですよね はい。でまあ、現実って言った時にまあ、給料上げようがないということです。今のまあ、例えば最低時給が最低賃金が1500円ではないまあ、1000円とか1100円とかっていう状態でも赤字なのに、じゃあどうやってそれを1500円に上げますか？ということですよね。まあ、会社自体が儲かってないのに分配原資が増えてないのに、じゃあどうやって上げるんでしょうね。ということです。はいにもかかわらず、まあ、こもし強制的に最低賃金最低時給っていうのを上げたと。 いうことであれば、もう企業はどっちかを取らざるを得ないですよね。まあ、実際はだから厚生労働省が決めることができるんですよ。厚生労働省が決めた最低賃金っていうのがまず政府単位まあ、国全体政府単位で決まって、その後今度は都道府県単位で。まあ、今度は厚生労働省のま所管の関係の各都道府県でま決めていくということですよね。で、各都道府県単位での決まった最低賃金っていうのは、これはもうはっきり言って。企業はま絶対法律っていう形でもう守らない。い いけないわけですよねだからまあ強制力あるんですよ。で強制力あってまあ日本全体で見たときにもし1,500円ということになれば今、1,000円とか1,100円のものが1,500円というふうになれば企業は増やせないですから。ってことはまあ一人一人例えば1,100 11円を1,500円にしました。だから単価上がってるんですけどその代わりも働く時間を減らしてもらうということですよね。だから単価上がったんだけど働く時間を減らしてもらうことによってその人に払う人口 現役の総量は、まあ、結局総額は変えないっていう方法かもしくはもう今までよりも採用人数を減らしてより少人数でやるかっていうのをもう選ばざるを得ないということですよね繰り返しになるんですけど何でですか 会社全体の分配原資が増えてないいからととうことです、はい、なので、従業員1人当たりの総額っていうのは増えない可能性があるわけですよね。で、時給は上がったかもしれないけど、労働時間は減るっていうか可能性あるわけですよ。だから残業はもう今まで以上にし,してもらわないとかですよね。まあ、例えばもしかしたら週休2日を週休3日にしてもらうとかえっていう形で、従業員1人当たりの総額は増えないかもしれないということですよね。もしくは、はっきり言ったらもう雇用自体 さらにですね、まあ、それはもしかしたら時給で働いていただく、まあ、アルバイト、パートの方々そのものをもう結局採用しない、雇用しない、その採用を減らすということになれば、まあ、結局、国民全体での、まあ、結局総額っていうのは増えないということですよね。まあ、当たり前なんですよね分配原子が増えてないわけですから分配原子が増えてないのに分配を一生懸命議論することっていうのは基本的に意味がないということです。 はい、いずれにしても分配原子が増えてないのに分配方法だけを変えようとするのはこれは無意味ということですよね企業からしたら何かを増やしたら何かを減らすしかないわけですよ全体のパイが増えてるんだったら全部増やすってことはできますけど全体のパイが増えてないんだったらどっかを強制的に無理やり増やしたとしてもどっかを強制的に減らすしかないですよねだから意味がないということです、はい、そもそも人はなぜお金を使うのかっていうことを改めて確認 しておいいいいた方がいいということですよね、はい、これはじゃあ例えば消費者が何かお金を払うお金を使うものを買うって言った時にじゃあ何で買うんでしょうねと言った時に商品が必要だから買うんでしょうかと。 もししし商品が欲しいいかから買うううんでしょうかということでょととこすよね、まあ、もちろんこれは両方とも当てはまるのは当てはまります。はい、しかし人は欲しいけど買ってないっていことはこれいっぱいあるんですよね。じゃあ何かお金,がお金で欲しいものありますかって言ったらいやあれが欲しいこれが欲しいこんな体験したいあんな体験がしたいえっていうのはあったりするわけですよ。だけど欲しいんだけど買ってないっていことはこれよくあるんですよね。 で逆にそんなにもう何が何でも絶対欲しいっていうほどでもなかったんだけどでも結局なんとなく買ったっていうものだって人はあるわけですよだから欲しいけど買ってないで何が何でも欲しいっていうところではないんだけど、まあ、結局は結果的にはなんとなく買ってしまってるということもあるんですよね、はい、ではじゃあ人はなぜお金を使うのかということなんですけど、はい、もちろん必要だから買う 欲しいから買うもちろんそれは理由としてはあります。理由としてはあるんですが、じゃあ最大の理由は何なんだと言ったときに、はい、これはズバリ買えるだけのお金を持ってたから、だから買うということですよね。はい、だからすなわちということで、お金を持ってなければ欲しくても買えないんですよ、はいで。逆にお金を持っていれば、そんなに何が何でも欲しいっていうところまでなかったとしても、なんとなくで買うっていうことをするんですよね。はい、そして、まあ、世界のお金 お金っていうのは世界の上位10% 8 0 0 10%万人が世世界界全体ののの45%お金を持っているわけです上位つまり8億人が世界全体の85%のお金を持っているんですよね、はい、つまりお金持ちっていうのは人数こそ少ないんですけど実際はお金持ちはたくさんのお金を持っているわけです、はい、10%で85%持っているわけですからだから残り90%の人たちよりも もうお金をたくさんん持ってるんですねだからお金持ちは人数こそ少ないもののお金持ちはたくさんのお金を持ってるっていうのがまあ現実ということです、はい。なので経済が良くなる時っていうのは絶対にお金持ちのお金が動いた時なんですよね。人は何でお金を使って何かを買うんですか お金を持っているからお金を使ってお金を、えー、な何かを買うわけですよ。ってことは持ってる人のお金が動かないと結局経済っていうのは本格的には良くならないんですよね。だからこそ世界一位の大富豪はお金持ちを対象に事業を行っている、はい、ルイ・ビトン、まあ、LVMH のですね、まあ、フランスのアルノーですよね、まあ、個人資産34兆円ということで。 で,すはい、であれば、まあ、日本の課題っていうのは格差があることではないということです、はい、むしろ逆なんですよね格差が小さすぎることが日本の経済的な大きな問題になってるということです、はい、すなわちということで大きなお金を動かす大富豪の絶対数っていうのが他のアメリカとか中国とかシンガポールに比べても少なすぎるということです、はい、例えばということで、まあ、地に係数っていうという 経済的な指標がありますこれは0から1の間でですね表す係数ということになるんですよねでもしジに係数が0っていうことであればその国は完全平等ということです、はい、逆にジに係数が1っていうことはもう完全に不平等という状態ですよね、はい、でっていった時にアメリカ中国シンガポール日本の4カ国で比較した時に、はい、実は4カ国の中で日本が最も平等なんですよねだから中国は ケ係数が0.47シンガポールは0.45アメリカは0.41日本は0.33。 いいう数字になってます、はい、つまり中国は本来はですよ社会主義なんですよ。だから全員が平等なはずですよね。社会主義っていうのは私有を認めないっていうのが一応立てつけではあるので、だから全ての、まあ、中国の中にある経営資源っていうのは全て国のものなんですと、みんなのものなんです、公のものなんですっていうのが一応立てつけですよね。ってことは中国は社会主義だから一番平等なはずなんですよ。でも地に 係数数数いう実際のの字字でで見たら4カ国の中で最も大きな数字が出てるつまり格差が一番4カ国の中で大きいということですねで。逆に日本は資本主義のはずですよね。社会主義じゃないわけですよ。資本主義のはずですよね。はい、資本主義のはずなのになぜか4カ国の中では次に係数の数字が一番小さい。つまり格差が一番小さいという数字になってます。はい、でだったら主義と現実が真逆になっているということなんですね。 はい、ちなみに、シンガポールは、人口六百万人という小国ながら、資産四十五億円以上の超富裕層がですね。なんと四千五百人以上いますということです。はい、資産四十五億持ってる人、四十五億以上持ってる人が、四千五百万人も、四千五百人もいるということなんですね。はい、で彼らが不動産とか株だとか、宝飾品とか、あと教育とかっていうのに、ものすごい。大きな 大きなお金っていうのを投資しているので、だからま地価はですね、まこれシンガポールの地価っていうのは過去最高をずっと更新し続けている。 いてだから経済成長しているととうことなんですねだからすごくお金持ちが本当に桁違いのお金持ちっていうのがシンガポールにはいっぱいいるんですよでその人たちがお金を使うんでだから例えば不動産にお金を使う建設にお金え建設業界に対してお金を使うってなると今度は雇用が生まれますよねだからシンガポールの周囲にいる、まあ、例えば東南アジアとかもしくは 南アジアの人たちっていうのがシンガポールに対して出稼ぎでですね建設とかでお仕事に来るわけですよだからお金持ちがお金を使う投資をすれば雇用が生まれるわけですねで雇用が生まれれば当然その人たちもお仕事をして分配を受けることができるわけですからでそれで経済成長していってるっていうのが例えばシンガポールっていう国だったりするということです、はい、だからもし選挙対策ではなく真面目に経済対策をするということであれば 日本の場合いかにお金持ちにお金をたくさん使ってもらえるかっていうのをやっぱり考えないといけないんですよね分配原資が増えてない状態でどうやって分配を分配方法を変えるかっていうことではなくてお金を持っている人がお金を使えるのでだったらお金持ってる人お金持ちがどうやったらもっと今まで以上にお金をたくさん使ってもらえるのかっていうのを考えるっていうのが本当の経済対策ということですはいちなみにということで日本で最も地下が 高いのはこれ銀座ですよね。 はい、しかし、まあ、銀座でたくさんのお金を使う人たちっていうのはこれは明らかに層が変わりつつあるということです。はい、すなわちえ銀座でお金を大きく使うっていうのは、まあ、典型的だったのは、まあ、大企業に関連してる人、まあ、社長だとか、まあ、役員だとかですよねもしくはその例えばえ企業が接待する相手の人だとか、まあ、そういう大企業関連の人っていうのが、まあ、銀座で一番大きなお金を使うっていうのが、まあ、一つのじ時代としてはあったわけですけど 近年はやっぱり観光客がお金を使うっていう風うに街、まあ、でお金をたくさん使ってくれる人たちの層が変わりつつあるということですね。はい、で、まあ、銀座っていうのは地理的に丸の内ですよね、まあ、要するにまあ大企業のですね特にまあ例えば経団連に所属しているような、まあ、日本のまあザ大企業のまあ本社っていうのがまあ東京のまあ丸の内に今。 集中してますよ、ねはい、だから丸の内っていうのはまあ大企業の本社が集まってるまあそういう町だったりするわけですけど、まあ、その丸の内からまあ2キロなんですよねだからまあ徒歩15分20分ぐらいでまあ歩いてでも行けるというまあそれぐらいの距離なので、まあ、昔の銀座っていうのはまあ大企業の社長とか役員とかもしくはその社長役員が何らかまあ事業ビジネスでまあ関わりがある人たちを接待するとかそういうなんか夜の仕事帰りに行く場所っていうまあそういう町だった たんですよね。 はい、しかし、まあ、銀座のいわゆるまあ夜のお店っていうのはですね、まあ、倒産件数がまあ直近の統計では過去最多ということです、はいでまあ、かつてまあ夜の銀座で楽しんでいた大企業の役員の方々も、まあ、現実も引退世代っていうふうになり始めてるということですね、はい、そしてまあ若き長者ですよね、まあ、それこそ今のまあ20代30代、まあ、40代前半のまあですね、まあ、結構お金持ち、まあ、いわゆるなんかこう起業した 若い創業者、起業家っていう人たちはどこにいるかって言ったら渋谷とか六本木とか虎ノ門とかそういったところに集まっているのでわざわざ銀座には行かないということですね。一方ということで今度は今の銀座でたくさんのお金が使われているのは夜のお店ではなく昼のお店っていう傾向があるということです。例えば全階建てののここユニクロ銀座店とというで 12階が全部ユニクロみたいな、まあですねまあ、グローバル旗艦店という形で、まあ、ユニクロは銀座にお店を構えてますけれども、はいまあ、ここは海外からの観光客でまあ大盛り上がりということですよね。はい、だからまあ銀座はです、ねまあ、丸の内の近くの街っていうところから東京駅の近くの街っていうふうにまあちょっと街のまあかか感覚が変わり始めているということです。 はい、であればまあ分配原資を増やすためにまあ海外観光客の方々にまあどんどん日本でお金を使っていただくっていうのがまあ一つの経済対策ということになりますよね、はい、だからまあ例えば日本のは為替が円安ですと円の価値が下がってますと逆に相手のです、ね、国はまあ為替の価値お金の価値が上がってるわけですからだからま相対的にお金持ちに相手の方がなってきてるわけですよねだからお金持ちにお,お金をたくさん気持ちよくどうやったら今までよりもさらにま 使ってもらえるかっていうところをなんとかするっていうのは本当の経済対策ということです。 はい。だからまもし選挙対策ではなくてま経済対策ということであれば、ま例えばま空港をとにかく民営化していくということですよね。まこれ結構不思議なんですけど、なんで国鉄は jr で民営化したのに、空港は民営化しないんだろうということですよね。ま、結局ま日本全国の空港っていうのは少なくても、所有権はまほぼま政府が持ってます。ま運営に関してはさすがにですね。ま時代の流れから行ってま一部ですね。ま民間に委託って。 の少しずつ少しずつ進めてはいるものの所有権自体は基本的には政府はまあ持ってまあ離さないんですよね。これはだから鉄道は民営化したのに空港は民営化しないっていうのははっきり言って不合理なんですよ。はいまあ、民間が結局やるってことになると自分たちが空港をまあ結局よりまあよく経営することによってまあ稼げるっていうことになりますよね。はい、だからまあもっともっと積極的に空港で商売を一生懸命やるわけですよ。うん、だから高級品 ととかか宝飾品とかっていうのをもっと積極的に売るし、お土産物とかも積極的に売るし、です,よねすごいなんかこう、誘致を頑張ったり、そのテナントに入ってもらうための魅力的なお店にテナントに入ってもらうための誘致とかっていうのも一生懸命やるし、海外の観光客の人たちが一番最初に来る場所っていうのは空港なので、だからまず空港でたくさんたくさんお金を使ってもらうということをまずすると思うんですよね。もし自分たちが本当にその空港の所有権を持ってるということであれば、 ですよ、はい、だから、例えばじゃあ政府からすればまあ民営化すれば間違いなく空港はまあ民間がもっと一生懸命やることによってまず最初のまあげげ空の玄関ということで大きなお金を今までよりもどん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 ん使ってもらうということですよね。あとはまあ例えば海外観光客の人たちがまあとにかく来るということであればかなり中小企業とか個人事業主とか小規模事業者だったとしてもそれを事業機会、ビジネスチャンスにするということができるわけですから。はい、だからまあ民,民泊をです、ねまあ、解禁してあげ るということで、まあ、一人一人の中小企業とか個人事業主の知,知識とか知恵、アイデア次第では、まあ、結局その民泊を利用して稼ぐということができたりするということですよね。あとはまあ人の移動,っていう移動をもっともっと気軽に自由にしてもらう。まあ、人は移動距離が長くなればなるだけそれに比例してお金もたくさん使ってくれるというのはもうこれ必然的にあるのでだから移動を楽にする、自由にするというのは間違いなくお金にとってはプラスなんですよね。はい、だかからとにかくライドシェアを買い して人がですね例えば、海外観光客の人がです、ね、スマホに入っているアプリですよね。例えば、グラブだとか、ウーバーだとかえっていうので、結局、日本でもすぐ、ですね例えば、ウーバーを呼んで,で、それで自分がどん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 ん行きたい、日本の中で観光したい場所っていうのをどん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 観光するとかえっていうことをすれば、結局、移動距離が増えるので、それに伴って何らか、ですね例えば、どっかに泊まってもらうとか、どっかにでおいしいご飯を食べてもらうとか、お土産買ってもらう とということでまたお金はどん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 使ってもらうことができるということですよね。 あとは支払いの難しさとですねお金の使わなさっていうのは比例するんですよね逆の言い方をすればお金を使うのが簡単であればあるだけお金を使いやすいと使ってもらえるというところがあるのでやっぱりですねできるだけもう両替なしでですよねだから日本に海外で海外から日本に来ましたってなった時に両替がほとんどもういらないという状態ですよねだからもうスマホ1台あればはっきり言ってどん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 日本の中で商品サービスが買えるという状態 にすするとということですよ、ね、まあ両替ってなるとまた結局まあ両替でまあ現金を持ってる範囲内しかまあお金を使わないとかっていうふうに海外の観光客の方々にとってのまあいわゆるこう予算みたいなのができちゃうので,でじゃなくてもう結局まあスマホ1台持っていれば両替なしで両替手数料を払うことなしにですねまあどん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 まあ気に入った商品サービスがあればまあ買っていただくとえ使っていただくとまあこういったキャッシュレスをまあさらに今までよりもまあ推進するとかですよね。まあやれ るるこことととっていいいううのはいくらででもあるということですよね、はい、だからまあ政府は規制緩和さえしてくれたら日本経済って今からでも全然いくらでも良くなりますということですね。はい、ただですね、まあ、空港の民営化とか民泊の解禁とかライドシェアの解禁とか、まあ、こういったことっていうのは、まあ、既得権益者がまあ抵抗勢力になるんですよね。まあ、例えば空港ってことになるとこれはもう政府国土交通省関係ということになります。はいまあ、結局まあ民営化ってことになると今まで自分たちが持ってる権益っていうのを、まあ 手放すということになりますよねってなると、まあ、自分たちの存在意義が小さくなると、まあ、予算っていう意味で不利になるわけですよ他の省庁に比べてねだから大きな権限を持っていると大きな予算を獲得しやすいわけですよねで権限を手放しちゃうと自分たちの存在意義が低下するのでだから他の省庁に比べて結局予算の獲得能力っていうのが低下しちゃうんですよねだから空港を民営化しない最大の理由っていうのは、まあ、結局国土交通省が自分たちの権益っていうのを話したくない つまり抵抗勢力になるということですよね。ではい、だからそれがまあ例えば民泊だったらホテル業界とか旅館業界ですよね。ライドシェアだったらタクシー業界とか。まあ、そういう,こう既得権益者が抵抗戦力となるので、だから目前の選挙の票っていうことに関して言うと、まあ、減らすことにはなれど、増やすことっていうのにはまあ短期的にはなりにくいということですよね。もう経済がすごくまあ右肩上がりで、日本経済っていうのが GDP が600兆、650兆、700兆とかってなれば、まあ、結果的には国民がそれを支持する。 ってことこになるんですけど、まあ、それっていうのはやっぱりちょっと中長期的な話なので、じゃあ目の前の10月末の衆議院選挙で,です、ね、まあ、結局、例えば私た,ちが、まあ、の私たちの政党はです、ね、まあ、例えばライトシェアを解禁しますとか、ですよね、まあ、民,民泊を解禁しますとかっていうことをまあやっていけば、まあ、少なくともその既得権益者は逆にもじゃあ、だったらあの政党にだけは絶対入れないということになるので、だからまあ目前の選挙の票を減らすことになってしまうということです。 少なくても直前に関してはまあ票が増,やす増えるということにならないということです。はい、やはりです、ねまあ、最終的にまあ選挙対策ということになれば、まあ、たとえ経済効果はなかったとしても、まあ、最低賃金1500円とか結局こういう公約になるということですね。 はい、ということで、まあ、今回は最低時給1,500円へというテーマでやってきたんですけど、もうこれは完全な選挙対策ということです、はい。経済効果はないというのが今回の結論です。そして、最後に大事なお知らせを一点させてください。あと3日後の10月16日水曜日19時に新プロジェクトをメルマガ読者さん限定で発表させていただきます。もし内容に興味関心があるということであれば、ぜひ今のうちに概要欄よりメルマガ登録をしておいてください。よろしくお願いいたします。 はい。あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を